神風は日本海軍の二代目神風型駆逐艦の一番艦。1922年に竣工した。日本海軍の艦名としては1905年竣工の初代神風型駆逐艦、神風に続いて二隻目。太平洋戦争中は北方警備、1945年以降は南西方面で輸送や護衛に従事した。ペナン沖海戦、米潜水艦。 オークビルトの首都を経て、シンガポールで無傷で終戦を迎えた。戦後は特別輸送艦となったが、1946年に静岡県沖で座礁し、1947年に解体された。1918年、86艦隊案で一等、駆逐艦11隻の建造計画が議会で承認され、当時の主力駆逐艦砲風型駆逐艦6隻と、 共に、ミネ風型の改良型駆逐艦3隻の建造が予算化された。1920年の88艦対案で駆逐艦32隻の建造が承認されると、ミネ風型以降の駆逐艦名は量産化に対応するため番号表記に変更された。1921年10月12日、着工を予定する改良型駆逐艦7隻に第1、第3、第5、 第7、第9、第11、第13駆逐艦の各艦名が与えられ、第1駆逐艦が12月15日に三菱長崎造船所で寄港した。これが後の神風である。1922年8月24日、第1駆逐艦は艦艇類別等級表に登録された。9月25日に浸水、12月28日に竣工し、 横須賀鎮守布石となった。建造当初の第一駆逐艦は、基準排水量1270トン、航続距離14ノット3600海り、主砲12センチ装砲四4五53センチ、魚雷連装発射艦3機6門で、基本性能はミネ風型を上回ったが艦型を含めた抜本的な変更はなかった。1923年1月6日、 第一駆逐艦は、ミネ風型駆逐艦3隻の第一駆逐隊に編入され、第三駆逐隊と共に第二水雷戦隊に所属した。9月1日の関東大震災発生時は、第二水雷戦隊等と共に公開中だったが、救援活動のため各艦と共へ横須賀に戻った。1924年4月24日、第一号駆逐艦に解消され、 1926年12月1日、同系艦に第1号型駆逐艦の故障が設けられた。1928年4月1日、総改定となっていた初代、神風が除籍された。8月1日、第1号駆逐艦は神風型駆逐艦、神風と改名され、同系艦8隻もミネ風型同様、すべて風にちなんだ、新艦名が与えられた。 1929年11月30日から1年間、第一駆逐隊は、空母加賀と第一航空戦隊を編成した。1930年12月1日、第一駆逐隊は、第一航空戦隊を外れ、横須賀陳府警備艦船予定となった。同日から1931年1月31日まで、駆逐隊司令は、小沢寺三郎大佐が務めた。 日中戦争では、河北、河中の沿岸作戦に従事した。1933年3月3日の昭和三陸、地震発生時、上風は横須賀港にあり、第一駆逐隊の野風、沼風、第六駆逐隊の電、雷と共に同日午後に出港した。野風は4日早朝までに、宮城県の気仙沼に着き、救援に当たった。ミネ風型。 神風型の基本設計は続く、無月型駆逐艦でも踏襲されたが、1929から32年にかけて1700トン級の吹雪型駆逐艦24隻が順次巡航し、1936年にワシントン海軍軍縮条約が執行して、駆逐艦の大型化、重武装化が進むと、ミネ風型、神風型、無月型の駆逐艦は、主力艦隊の護衛や、 第一線の水雷戦隊から徐々に外れ、近海の警備や紹介、戦団護衛などの広報支援が多くなった。1939年11月15日に第一、駆逐隊は大港洋工部所属となり、1940年2月10日に沼風が再編入した。太平洋戦争の開戦時には六月型以前の駆逐艦は旧式化しており、 北洋警備の駆逐艦の代替として建造された、占い守る型解剖艦4隻が開戦直前に収益したが、上風など第一駆逐隊は、戦争中期まで北方警備を担い続けた。1941年12月8日の太平洋、戦争開戦時、第一駆逐隊は、国後里、八条、石垣、駆逐艦、沖風等と共に、 大港警備府に所属し、千島防備部隊の指令として、北海道や千島列島方面の交通保護の任務に従事した。第一駆逐隊は、千島、厚岸方面省区の紹介、海上護衛に当たった。また大港警備府部隊は、第5艦隊と共同し、ソ連の警戒任務に従事した。6月、アリューシャン方面の戦いの支援にあたり、7月から、 西島東方海面小区の紹介に従事する。10月、アッツ島再戦両作戦に参加。同作戦では、北方部隊の従順洋艦、ナチと共に主体として行動した。10月26日、神風は、カグマ別湾に到着。10月27日に、主体は、輸送部隊と共に出撃し、アッツ島への陸軍部隊の揚陸に成功した。11月からは、 千島東方、津軽海峡方面で、戦団護衛に従事した。1943年前半は、宗谷海峡方面、北千島方面の戦団護衛に従事した。5月12日、米軍が、アッツ島に攻撃を開始して、アッツ島の戦いが始まると、上風と沼風は、千島方面に出動し、警戒任務に従事した。6月から、津軽海峡方面での戦団護衛。 8月から千島方面での戦団護衛に従事した。10月10日、カスガ人志少佐が艦長に就任し、カスガは終戦後に神風が退役するまで艦長を務めた。12月18日、沼風が沖縄海域で米潜水艦グレーバックの雷撃で沈没した。神風は1944年2月9日から3月8日まで、函館で入居整備を行い、 その後は、千島方面での作戦輸送、船団護衛に従事した。9月18日、波風が、エトルフ島沖で、米潜水艦の雷撃で大破した。上風との風が、救援活動を行い、上風が波風を渡るまで栄光した。波風は、第一駆逐隊を外れ、胴体は2隻となった。12月7日から大港で入居整備を実施した。26日、 1> 第1駆逐隊は、対潜水艦部隊の第31戦隊の指揮下に入った。1945年1月10日、上風と野風は連合艦隊付属となり南方進出を命じられて、大港を出港した。1月19日、第1駆逐隊は、瀬戸内海西部イオナダで、以後第13潜水艦との訓練を実施した。21日、 神風は、文字に到着した。その後、第一駆逐隊は、文字から、沈海方面、台湾、キールン艦など南西方面の戦団護衛に従事した。26日、第一駆逐隊は、タンカー A 広島丸、特設水上規模艦サヌキ丸、タンカー、東条丸を護衛し、文字を出港して、シンガポールへ向かった。28日、米潜水艦、スペードフィッシュは、 被九十一戦団を襲撃し、解剖艦、クメとサヌキマルを撃沈した。神風は両艦船の乗員を救助し、生存者を賃海に送り届けた後、2月3日にキールンに移動した。2月5日、神風と野風は第31戦隊の指揮下を離れた。2月10日、第1駆逐隊は北号作戦の支援を加齢された。13日に、 マコを出撃し、14日に第4航空戦隊第2水雷戦隊の駆逐艦3隻と合流した。旧式の神風、野風は悪天候の中、速力18ノットの戦艦に追尾するのも苦労したという。2月15日夜、バソ島で第1駆逐艦は分離された。神風と野風はシンガポールへ向かったが、20日に野風がカムラン湾で、 米潜水艦パーの雷撃を受け沈没した15日に駆逐艦2隻が第1駆逐隊に編入されたが燃料不足でシンガポールを拠点とする神風と合流できず神風は単艦で第10方面艦隊の第5戦隊付属となった5月7日アンダマン諸島輸送作戦のため神風とハグロは燃料と物資を満載してシンガポールを出港した 神風は積み荷を増やすために魚雷を下ろし、魚雷発射管を撤去していたという。15日に B-24 重爆1機に直接され、偵察機からの報告で、ハグロと神風は一旦反転したが、A 第26駆逐隊の駆逐艦5隻は夜戦を仕掛けることを計画した。16日午前1時ごろ、ハグロと神風と英軍駆逐艦5隻が遭遇し、 ペナン沖海戦が勃発した。神風は被弾して27名が、戦死14名が重傷を負った。ハグロは応戦したが、甲板に物資が満載されて、砲塔の旋回もできず、間もなく、被弾、ひかみなりして大火災となった。混乱する中、神風は、ハグロから、機銃の誤射を受け、割れ神風と発行信号を送った。神風は2時50分。 レーダーが捉えた陸地の方向に進んで戦場を離脱したが、ハグロは集中砲火を浴びて沈没した。神風はペナに退避し陸揚げ作業と燃料補給の後、海戦した海域に戻って苦戦艇57号と、共にハグロの乗員約320名を救助したが、橋本少将、杉浦加重、ハグロ艦長らは戦死した。17日、シンガポールに到着した。 6月4日、輸送任務のため従順足柄とシンガポールを出港した。翌日バタビアに到着し、陸軍兵と物資を搭載。7日、シンガポールに向け出港した。衛潜水艦トレンチャントは、米潜水艦から日本艦隊バタビア入港の情報を得て、バンカ海峡北口付近で待ち受け、衛潜水艦スティジアンも同海峡に配置された。8日、 スティジアンは先行した神風を来撃したが回避され、逆に追尾、攻撃された。スティジアンは砲を張って、ジャンク船に偽装し、ジャンク船団の軍に紛れたという。同日12時15分頃、バンカ海峡北側でトレンチャントが足柄を撃沈した。神風は、足柄の三浦早尾艦長を含む乗員853名と、陸兵400名を救助し、シンガポールに入港した。 シンガポールには大破した従順妙高と従順高尾が停泊していたが行動可能な駆逐艦以上の戦闘艦艇は上風一隻となった。6月中旬から仏院方面輸送に2回従事した。18日、第4号総海艇と共にタンカー一隻を護衛、シンガポールを出撃して仏院西岸発展に向かった。20日、 B-24 爆撃機6機が襲来し、タンカーは炎上、航行不能となった。神風も資金弾で少量の浸水被害を受け、タンカーの乗員を収容後、22日にシンガポールに戻った。1945年7月15日、神風は特設総海底3隻と共に輸送船3隻を護衛してシンガポールを出撃した。 ハティエンに向け航行中の18日昼過ぎに、連合軍の潜水艦の調をするマレー半島テンゴール岬沖に差し掛かったため、輸送船は陸地に近づいて航行し、神風は沖に出ての自運動を開始した。米潜水艦、ホークビルは船団を発見し、神風を攻撃目標に、艦首から魚雷6本を発射した。しかし潜望橋やソナーで、 ホークビルを探知していた神風は回避し、魚雷は神風の両側を通過した。20分後、神風がホークビルとの距離を800メートルまで縮めたところで、ホークビルは完備から魚雷を3本発射。ホークビルは命中を確信し、潜望鏡を上げて確認しようとしたが、神風はこの攻撃も回避した。魚雷1本は、 神風の左限2から3メートルの海中をかすめたという。ホークビルは神風の資金を潜望強震度で通過した。神風が爆雷を投下し、損傷したホークビルは急浮上して、艦首を海上に急角度で突き出した。神風は艦尾の40ミリ連装機銃で攻撃し、ホークビルのスキャンランド艦長は5インチ砲での海上砲撃戦を覚悟した。 しかし急速注水に成功し、ホークビルは、震度33メートルの海底に鎮座した。神風は19時過ぎまで、爆雷攻撃を繰り返した後、海面の木片や油膜から撃沈確実と判断し、船団を追って海域を退去した。ホークビルの乗員は、神風が上を通過するたびに撃沈を覚悟したという。ホークビルは、日付が19日に変わって、 すぐに浮上したが、ジャイロコンパス、温度計、減速装置、無線装置、音響兵器などが故障したため、スービックワンで修理を行った。帰還中に再び神風が護衛する輸送船団と遭遇したが、戦闘は起きなかった。神風は8月15日、シンガポールで終戦を迎えた。1945年10月5日、日本に帰還し、駆逐艦席から除籍された。 11月中旬、東京で尋問を受ける元第1方面艦隊長官の福留茂と、内地艦総人員に約400名を乗せて、シンガポールを出発した。裏書き後、福留は、東京で、米国戦略爆撃調査団の聴取を受けた。12月1日、特別輸送艦の指定を受ける。12月20日、神風は再び、福留を乗せて、本土を出発し、 シンガポールに戻った。その後、福音輸送に従事した。1946年6月4日、夕国、静岡県お前崎沖にて、西郷から浦賀港に向かっていた、旧海防艦くなしりが、漁船の10日を午前崎東大と誤認して座礁した。7日、上風はくなしりを救出作業中に座礁した。乗員は救助されたが、二隻は、 潮汐と磯波の影響で海岸側に約15度傾斜した状態となった。旧駆逐艦カズキが引き船による引き下ろしを試みたが、失敗、神風とくなしりは2隻とも放棄された。6月27日、特別輸送艦から除籍7月21日、カスガは艦長職を退任した。1947年10月31日、神風の解体は終了した。 艦長たちの軍艦誌237から239ページによる。鎌田生産少佐、1922年9月20日から1922年12月1日、鎌田生産中佐、1922年12月1日から1922年12月28日、鎌田生産中佐、 1922年12月28日から1924年2月5日、石川哲史郎中佐、1924年2月5日から1924年3月10日、広岡正春中佐、1924年3月10日から1924年12月1日、白石国尾翔佐、1924年12月1日から1925年12月1日、 原健三郎少佐。1925年12月1日から1926年12月1日。佐藤慶造少佐。1926年12月1日から1927年5月28日。調査経慶吉少佐。1927年5月28日から1927年8月10日。村瀬よりじ少佐。 1927年8月10日から1927年9月15日、調査経歴地調査。1927年9月15日から1927年12月1日、小林東瑠里中佐。1927年12月1日から1928年12月10日、長尾総助中佐。 1928年12月10日から1929年11月30日、急走米次郎少佐。1929年11月30日から1930年11月15日、大森千太郎少佐。1930年11月15日から12月1日、伏見宮博義王賞作。 1930年12月1日から1932年5月2日、田村隆吉少佐。1932年5月2日から1933年4月1日、小林徹り大佐。1933年4月1日から1933年5月20日、小野義次郎少佐。1933年5月20日から1933年9月1日。 山口捨司少佐、1933年9月1日から1935年10月31日。谷井友津賞作、1935年10月31日から1936年10月8日。渡辺康政少佐、1936年10月8日から1937年12月1日。有本照美里志少佐。 1937年12月1日から1938年12月15日、高橋哲夫少佐。1938年12月15日から1939年4月1日、矢野幹字少佐。1939年4月1日から1939年9月26日、高須菅治虫賞作。 1939年9月26日から1940年10月15日。橋本金松少佐。1940年10月15日から1942年4月10日。松本昇平大尉、1942年4月10日から1943年10月10日。カスガヒ佐。1943年10月10日。神風座礁事故に関するカテゴリー。 ありがとうございます。